皆さん、こんにちは。今日のテーマは、快適な環境とはです。普段、生活をしていて、いろいろな環境があります。仕事をする環境に、勉強する環境などです。それでは、どんな環境が良くて、どんな環境が悪いのでしょうか。勉強するのに、静かがいいとは限りません。私の友人はヘッドホンでロックをガンガン聞きながら勉強しています。人によって快適な環境って違うんですね。今日は快適な環境について話してみましょう。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、快適な環境とはです。普段、生活をしていて、いろいろな環境があります。仕事をする環境に、勉強する環境などです。それでは、どんな環境が良くて、どんな環境が悪いのでしょうか。勉強するのに、静かがいいとは限りません。私の友人はヘッドホンでロックをガンガン聞きながら勉強しています。人によって快適な環境って違うんですね。今日は快適な環境について話してみましょう。皆さんお疲れ様です。最近はすっかり暖かくなりましたね。私の家の近くに川が流れているので、週末は家族で散歩に出かけています。春の花が咲いていてとても綺麗ですよ。うちの近くに川があるなんて素敵ですね。私のアパートの近くには大きな公園があるので、そこを散歩しています。来月になれば桜が咲くので、花見をする人たちでいっぱいになります。都会と違い、この辺は自然がたくさんあるので、とてもいい環境だと思いますよ。あなたが現在住んでいる場所の環境はどうですか？なるほどね。私は人のたくさんいるところが苦手なので、田舎の方が好きなんです。うちの近くに山や川があると落ち着きます。でも本当の田舎に行ってしまうと、スーパーやコンビニがないので、買い物に行くとき不便ではありませんか？それもそうですね。スーパー行くのに自転車で20分も30分もかかると、それは大変ですね。チャーさんにとって生活しやすい環境はどうですか？そうですね、まずアパートから職場まで近いことが大切ですね。買い物は週末の休みに行けばいいですが、通勤は毎日のことですからね。あなたにとって生活しやすい環境とはどういう環境ですか？人によって意見はバラバラですね。今、チャーさんが住んでいるアパートの環境はどうですか？
とても静かで住みやすいですよ。大家さんがいい人でとても親切にしてくれます。それじゃあ勉強にも集中することができますね。そうなんです。でも最近週末は図書館に行って勉強することにしています。ボランティアセンターの人に教えてもらったんですが、日本の図書館はとても静かなので本当に勉強に集中することができますね。あなたにとってどんな環境が勉強しやすいですか？それはいい環境ですね。先週友達と自転車に乗って近くの川まで散歩に出かけましたが、川の水がきれいなのに驚きました。魚がたくさんいて釣りをしている人もいました。その川は私も時々行きますが、20年ぐらい前はとても汚れていたし臭かったんです。どうしてきれいになったんですか？地域に住む人がゴミ掃除をしたり、工場から汚れた水が川に流れないようにしたんです。その結果、魚の住むきれいな川になりました。ベトナムは汚い川が多いので真似をしてきれいにしたいですね。環境にいいこととは何でしょうか？いろいろありますね。ベトナムの川ってそんなに汚いんですか？残念ながら川だけでなく道にはゴミもたくさん落ちています。きれいな川を見ていると気持ちがいいですからね。どうして川や道が汚れているんですか？私はベトナム人なのでよくわかります。これは港で会話を勉強している皆さんに聞いてみましょう。ベトナムの川や道はどうして汚いと思いますか？そういう理由なんですね。先輩、おはようございます。昨日久しぶりに知らない人とベトナム語でたくさん会話をしてしまいました。チャーさん、おはようございます。どこで話しましたか？それが家の近くのセブンイレブンなんです。ベトナムのヌックマムがあるかどうか店員さんに日本語で聞いたんですが、店員さんはベトナム語で答えてくれました。その店員さんはベトナム語が話せたんだ。違いますよ。ベトナム人の店員さんだったんです。そうか。今日本のコンビニにはベトナム人留学生がたくさん働いているからね。何も買う予定がないんですが、今日もそのコンビニに行ってみます。先輩、おはようございます。昨日久しぶりに知らない人とベトナム語でたくさん会話をしてしまいました。それが家の近くのセブンイレブンなんです。ベトナムのヌックマムがあるかどうか店員さんに日本語で聞いたんですが、店員さんはベトナム語で答えてくれました。違いますよ。
ベトナム人の店員さんだったんです。何も買う予定がないんですが、今日もそのコンビニに行ってみます。チャーさん、おはようございます。どこで話しましたか？その店員さんはベトナム語が話せたんだ。そうか。今日本のコンビニにはベトナム人留学生がたくさん働いているからね。